どうも、せつなと言います。普段は漫画なんか書いたりして生活しています。今日はですね、アメリカの手帳ブランドというか、まあ、個人経営の会社ではあるんですけど、スターリングインクから出ているコモンプランナーの、2025年の新作が発表されたので、私もね、今年1年、スターリングインクのコモンプランナーを使ってきたので、使ってきた使用感レビューと、あと変更点と、あと思うことをもろもろ語っていきたいと思います。今かな、多分海外でいろいろ新しいブランドがポコポコと個人経営の方がね、出てきているんですけど、その中でもやっぱり群を抜いて一番人気と言っても過言ではない、やっぱサイズ、種類とかいろいろあるんで、まあ知ってて損はない手帳ブランドなんじゃないかなと思っています。ほぼ日とかね、好きな方はぜひぜひ、気に入ると思うので見ていってください。それでは早速行ってみましょう。私のスターリングインクのコモンプランナーはこちらのムーミン彗星のトラベラーズノートカバーに入ることからも察しできるように、トラベラーズノートサイズを使っています。で、まあ、まず簡単にその会社の話からすると、スターリングインクっていうのは、キャサリーンっていうのかな？キャスリーンがやっている、アメリカの会社で、もともと個人経営で、彼女イラストを描く、すごいね、綺麗なイラストを描かれる方で、ステッカーだったりを作っていて、それがサブスクリプションでちょっと人気になって、彼女の知名度も上がって、で、2023年から、手帳を作り始めて、最初は、B6 サイズと A5 サイズとしかなかったのかな。で、私は結局、保留して、去年から結構サイズ展開がすごく増えて、トラベラーズノートサイズが出たっていうことで私は買い始めました。で、まあ早速ね、中見ていくと、こちら私のねイラストは無視して外せよって感じかもしれないんですけど、外しちゃおうかな、まあいいか。2024年、コモンプランナーのコンパクトというサイズで、後で順を追っていろいろ説明するんですけど、本当にね、いろんな要素がありすぎて、これ説明したらあっちを説明しなきゃいけなくて、あれを説明したらこっちを説明しなきゃいけないっていうことが多いんで、まずはね、ざっと、どんな本なのかっていうのを説明して、まあ、サイズ展開のもろもろっていう話にしていけたらいいかなと思っています。とりあえず、今わかっていてほしいのは、ちょっとね、そう、このクリアカバーに入れて、そのクリアカバーとノートの間にゴム紐を通しているんですけど、この PVC カバーがね、もともと公式サイトから販売されていたものをもちろん使ってるんですけど、どうやら去年の夏から冬にかけて、暑い時期を経て、冬に入った時にカバーが縮んじゃって、その倉庫でね。で、つけれなくなっちゃったから、もう販売しませんみたいなことを、今年の頭かな、去年末だったかなんかお知らせがあったんで、今年これからその PVC カバーとか、そのね、手帳のカバーがどうなっていくかは、見ていかないとわかんないんですけど、まあとりあえずこれは公式から出てるカバーで、表紙のテクスチャーはフェイクレザーっぽいっちゃフェイクレザーっぽいのかな。見ての通り柔らかいソフトカバーで、まあしっかりは一応してるのかな。よいしょよいしょ、引っ張り出すとこんな感じで、テクスチャーはね映らないかもしれないけど、ちょっと革っぽい、私はフォレストグリーンっていう、深緑のカバーを使っています。で、よいしょ、中を順番に見ていきましょうかね。基本的にはあんまり仕様は変わってないみたいで、1年間のカレンダーですね。で、私はこれ去年
今年見てるドラマ、去年見てるドラマっていう一覧に使ってるんですけど、基本的にグリッドだけの、方眼だけのまっさらなページが最初に出てきて、でスターリングインクのグリッドなんですけど、横幅が 3.7 ミリ、縦が4ミリっていうちょっと縦長の長方形になってて、これが好きな人嫌いな人が結構分かれてるみたいなんですけど、私は見た時にパッと違和感がなくもない、その正方形の方眼に慣れてるから、慣れてなくもちょっと違和感がなくもないんですけど、書いてみると、まあ見てわかるように、私ちょっと方眼の下半分に字を詰めて書く癖が強くって、そうなるとね、ちょっと正方形の方眼よりもちょっと縦長長方形の方が上にちょっと空間があって、読みやすさは増してる気がします。結構ね、私は個人的にそこまで文句がないっていう感じですね。で、次にあるのがゴールブレイクダウンって言って、サムデイ、いつの日か、1年後、半年後、3ヶ月後、1ヶ月後、来週、毎日みたいな感じで、大きな目標があったら、それを小さく時系列で終わって、どこまで達成していくかとかが、メソッドとしてあるのかな。で、それをやるためのものが 1,2,3,4,5,6 あって、まあ全種類に、このページはあるけど全種類に6個分あるかどうかはちょっとわかんないですね。でもまあ私は一切使ってないです。だから結構ね、ここを消しちゃって別の表として使ってる方も結構いますね。で、クォーターのプロジェクト管理、まあ、何でもいいんですけどね。私はプロジェクト管理に最初の頃は使ってて、漫画の進捗、この何日から何日までどの作業をしていたかみたいなのを記録するようにしてたんですけど、まあ、見返さないからっていう理由で使うのはやめちゃいました。だから真っさらだとこんな感じですね。綺麗な状態は、ここにプライオリティって書いてあって、7月、8月、9月、7月、8月、9月で1日から31日までで、それぞれの週の曜日が書いてあって、下に空間があるっていう感じですね。で、これ見てわかるように、ちょっとすごい字が小さい、そう、字が小さいのがすごい私は好きなんですよね。で、今ここは小さな丸で囲ってあると思うんですけど、サタデーとサンデー、土日が、今年はこの四角を塗りつぶすタイプにしてるみたいで、その丸で囲むんじゃなくってね。私はこの手帳のすごく好きなところは、フォントがとにかく小さいこと、グリッドがとにかく薄いこと、デザインがとにかくミニマルなところ、自分でね、すごいいっぱいシール貼ったりするのが好きなんで、とにかく薄いのが好きだったんで、今年になった一番の変更点が、こういうちょっと、印としていたものを塗りつぶしにしたことと、どうやらグリッドが薄すぎるっていうのが、まあ最初の年からいろいろ言われてて、それを濃くして濃くしてみたいなんですけど、動画見た限り今年のグリッド結構濃くって、それがちょっとなーって思わなくもないっていうのが私の正直本音のところですね。で、このクォータープロジェクトトラッカーというか、なんかこのクォーターごとのトラッカーの後に、今年のものはそのままマンスリーカレンダーに入るんですけど、どうやら、まあ、ほぼ日で一番近いのがあるのかな。私はあんまり手帳ほぼ日が使ったことがないんで、サンプルになるものがないんですけど、ここのこのページみたいなの。多分、1月から6月までと、6月から12月までだった気がするんですけど、このレイアウトがここの間に追加されてるみたいです。で、まあ、マンスリー、12月から始まって、まあ、シンプルですよね。これも同じ感じで、確かね、ここもね、シェードがついてたんですよね。個人的にはいらないなって感じが、ちょっと正直強いところである。もう自分で色塗りたかったら塗ればいいじゃないってちょっと思っちゃうんで、まあ、シンプルさがちょっと減ったんじゃないかなっていうのがちょっとね思うところです。で、まあ、1年分のカレンダーと
さらにその翌月の、1月があってからウィークリーに入るんですけど、ウィークリー編集するのめんどくさいので、まあ今週のはこんな感じで、まあシンプルにするとこんな感じですね。8月だったら8って書いてあるし、9月だと9月だったりで、ここに週があって、私はホライゾンタルレフトっていうものを使っているので、このレイアウトになってるんですけど、まあ週間レフトですね。バーチカルも存在していて、バーチカルはもうフルページでバーチカルがあるようです。で、基本的にこのホライゾンタルウィークリーは、ほぼ日ウィークスだったりトラベラーズノートの週刊レフトと基本的にはレイアウトが一緒、まあほぼ日手帳とかと一番違って、私がこよなく愛してるのがやっぱりこの右側じゃないわ、左側のね、週のページにちゃんと方眼がしっかり入ってるっていうのが、個人的にはやっぱりスターリングインク様々の一番愛してるところですね。で、あ、そう、紙は、皆様ご存知、ほぼ日手帳でも使われているトモエリバーの 52g が使われていて、まあ、万年筆にももちろん問題ない、薄い軽いという丈夫いっていうのがやっぱり、スターリングインクのいいところですかね。まあほぼ日手帳と変わらずで、まあとりあえず毎日使っている手帳ですけど、バインディングもね、このね、閉じもね、しっかりくっついたままですし、特に大きな問題はないですね。で、私は後半コンパクトというサイズを使っていて、2種類あって、コンパクトとフルイヤーっていうのがあって、コンパクトが122ページ。で、フルイヤーが157かな？もうちょっとあったかな？とにかく、あ、違う、157じゃない、357ね。360何本だったかもしれないんですけど、要するに、1日1ページ分のフルイヤー版か、まあそんなにメモページいらないよって方は、120ページぐらいあるっていうのが、このコモンプランナーで、私はコモンプレイスにキーを使って、まあ、いろんなね、資料をね、貯めたりしています。っていうのが、大雑把にね、で、そう。一応、区切りやすいように真ん中に点があるのと、三分割しやすいように、ここにね、点が一個ずつついてて、グリッドのサイズはさっきも言ったように、横幅 3.7、縦、4ミリだったと思います。っていうシンプルな、とてもとてもシンプルな、最後にスターリングインクバイコモンプラン、あ、コモンプランナーバイスターリングインクですね。で、書いてあるのがこの手帳になります。で、よいしょ、そう、これが N1H って書いてあるんですけど、 N1 がトラベラーズノートサイズで、今年からね、さらにいろいろサイズが増えて、私手帳があんまりないんで、一番近しいものたちを持ってきたんですけど、こんな感じで、とにかくいっぱいサイズがあって、もう一冊、もう二冊か、私が見つけれなかったサイズがあるんですけど、まず最初水曜どうでしょうのノートにはなるんですけど、 B5 サイズ、キャンパスノートだったり、いわゆる大学ノートで、ノートといえばこれっていうサイズですね。の、バーチカルも含め、週刊レフトも含め、だいたい、サイズからいきましょう。まあ、B5 サイズ、キャンパスノートとかね、そういうサイズ。で、次に大きいのが、A5 サイズ。まあ、ほぼ日カズンだったり、まあ、一個小さいノートといえばこれっていう感じですよね。結構よくあるサイズだと思います。で、N1 って呼ばれているのが、トラベラーズノートのレギュラーサイズになります。なんでこれ一緒ですね。トラベラーズノートに入れられるサイズになります。で、その一個小さいのが B6 シリーズ。で、B6 が結構サイズがあって、これが B6 の普通の、まあ、スタロジーですよね。皆様もご存知かと思うんですけど、あとは漫画の青年雑誌の単行本とかは、こんな感じのサイズだと思うんですけど、まあ、英語よりは小さいっていう感じですね。で、
新しく追加されたのが B6 スリムというサイズで、自分手帳をお持ちの方はそのサイズだそうです。で、持ってない人からすると、どうやら縦の長さが B6 サイズで一緒で、横幅が、トラベラーズノートと大体一緒みたいです。なんでこの高さのこの幅っていう感じみたいですね。で、N2 というのがあって、それが、ほぼ日ウィークスと同じサイズになります。縦幅は B6 と一緒で、横幅が、トラベラーズノートよりさらにもうちょっと、まあ、1センチ半ぐらい、2センチぐらい小さいっていうのが、N2 になりますね。で、その下にさらに、A6 サイズ、ほぼ日のオリジナルと大体同じサイズですね。のノートがあって、まあ私はね、パスポートしか見つからなかったんだけど、パスポートサイズがあって、まあトラベラーズノートにも使われている、実際私たちのね、旅行するときに使うパスポートと同じサイズのものと、パスポートと横幅は一緒だけど、縦幅がもうちょっと、あと1センチぐらい高いポケットっていうサイズがある、全1、2、3、4、5、6、7、8、9種類のサイズがあります。なんで、まあ、大体誰でも欲しいサイズはもうほとんどカバーしてるかなっていうイメージがそろそろ出てきましたね。で、本当にね、いろんな種類があって、これでね、私はコンパクトサイズ、コンパクトだって、コンパクトサイズ、ノートが122ページしかないものを使ってるって言って、360何ページあるっていうのももちろんあるんですけど、それがまずコンパクトとフルイヤーってサイズで、あとハーフイヤーっていうものがあって、これが、アベック、ほぼ日使ってる方はわかると思うんですけど、1年の1冊が2冊に分かれてる。要するに1月から6月までと7月から12月まで分かれているっていうのが、あって、それが好きな方はもちろんそのオプションもありますし、さらに言うと、ブックレットっていう、薄い、それこそトラベラーズノート知ってる方だと結構馴染みがあると思うんですけど、マンスリーカレンダーだけが入ってる冊子と、ウィークリーだけが入ってる冊子と、あとノートだけの冊子っていうのに分かれていて、それこそだからデザインは一緒、このマンスリー欲しいんだよなーけど、マンスリーだけが欲しいんだよなーって方はもちろんそれが買えますし、ウィークリーだけが欲しいんだよなーっていう方はそれもできる。ウィークリーは確かね、1年が2つに分かれていたと思うんですけど、今年はもしかしたらウィークリーだけでバルッと1冊の本が出てるかも、出るかもしれないんですけど、まだね、完全なラインナップが発表されたわけじゃないんですけど、そんな感じで、とにかく種類がいっぱいあって楽しい楽しい、スターリングインクのコモンプランナーで、今年はどうやらほぼ日手帳と一緒かな、正確に言うと、日本時間で言うと8月の31日になるかなに、9月1日ニューヨークタイムの朝9時から販売開始ということで、そんな感じのコモンプランナーです。で、まあすごくいいすごくいいって言ってて、私が来年買うかっていうと多分買わないです。で、まあもちろんそれはなぜかっていう質問になってくるんですけど、まあシンプルにね、去年これ一冊でまとめようと思ってたにもかかわらず、結局ね、ほぼ日ウィークスが好きすぎて、あ、そう、髪が白いんですよ、髪がね。いや、まあ、いろいろ要点はあれども、ほぼ日ウィークスが好きすぎるっていうのが、多分私の中ではとにかく1個目、クリーム色の髪だったり、大きさだったり、まあ、いろいろあって、ここに方眼がなくとも、やっぱりなんとなくパッと見た時のデザイン、ほぼ日ウィークスが好きなんだっていうのももちろんあるんですけど、で、今年は、手帳を今3冊使いしていて、このコモンプランナーと、これ今週のウィークスですね。ウィークスと、この、ほぼ日手帳のプランナー使ってるんですけど、
それぞれにマンスリーカレンダーがあって、さっきもお見せしたように、結局あんまり活用できてないことが多くって、こっちの最初の方のページもね、こうやって使ってないのが多くって、もちろんこれ一冊しか使ってないんだったらそれでもいいんですけど、なんとなくね、無駄な、このペ2ページぐらい無駄があったっていいじゃんとか、4ページ、5ページ、この何、トータル400ページ近いノートの数ページ、ちょっと余分なページあったってもいいじゃんっていうのはもちろんそうで、もちろんこれをたくさん活用されている方はいると思うんですけど、私は使いこなせてないなって思うところがあって、一冊にまとめるなら結構いいんだろうけど、ほぼ日ウィークスも使いたいってなってくるとちょっとあれかなっていう感じなんですよね。で、英語でね、FOMO っていう F-O-M-O っていうワードが結構使われていて、これが Fear of Missing Out、 何かに波に乗れない時の恐怖感、流行に乗れてない時の恐怖感みたいなのが、ワードとしてあるんですけど、これがね、やっぱりね、ほぼ日の手帳が好きだと、で、YouTube とかね、見て、特にほぼ日私は好きで、ほぼ日を買わない選択肢をしてると、YouTube とか見た時に、こうね、好きな、いつも見てる YouTuber さん、もちろんほぼ日が好きだからほぼ日、が好きな YouTuber さんのをよく見てると、結局9月10月みんなが開封動画してると、ああ、やっぱりほぼ日買いたいなと思って結局買っちゃったりするから、どうしてもね、スターリングインク一冊で納得するっていうのがね、そうで、カバーが、この、じゃあ本当にすごいんですよ。こんだけ個人の方でこんだけやってるけど、どうしてもやっぱり気になるポイントで、そのまあ気になるレベルの天秤にかけた時にどっちがいいかっていう話に結局なると思うんですけど、私はねやっぱりね、そんなに持ち歩くわけでもないんですけど、この柔らかいカバーが若干気になって、ハードカバーがやっぱいいなと思うんですよね。あとまあ私は結構ガラガラしている、今年はシンプルなスタイリッシュグレーのほぼ日ウィークスにしたんですけどね、普段であればタイチーフのいっぱい、それこそこのフランスパンみたいなね、これめっちゃ、これマジで復刻してほしいんだけどフランスパンのウィークスとか、こういうねちょっと柄が入ってハードカバーで布でっていうのがやっぱりすごく好きで、なかなかねスターリングインクで納得はねしきれてないっていうのが個人的に大きなところかなと思っていますけど、本当にかゆいところに手が届く手帳だと思っているので、今年からはもう本当に週刊レフトも充実するみたいで、去年はね結構サイズによってはバーチカルしかないみたいなのが多かったんで、それこそ B6 サイズ、A5 サイズ、A6 サイズ、要するにカズンサイズとオリジナル、ほぼ日オリジナルと B6 サイズの3冊がバーチカルしかなくて、私はそれでうんって感じだったので、今年はそれに週刊レフトも追加されたので、マジでおすすめは本当におすすめですっていうね、スターリングインクのレビューでした。楽しんでいただけたら嬉しいんですが、いかがだったでしょうか。途中からね私のほぼ日愛になってきてあれなんですけど、皆さんどうです、カレンダーで欲しいのそろそろ見つかりましたでしょうか。結局ほぼ日の話になっちゃうのって感じだけど、私はね運送堂、芸術のプリントをしてるやつのウィークスのデザインがすごい好きなんですけど、あれ多分あれですよね、ツヤツヤの紙素材ですよね、私布がいいから。で北見さんのウィークス、去年のも結構可愛かったんですけど、今年の方がかなり好みで、
あれいいなーって思うんですけど、なんかあれ買う人すごく多そうで、去年私実は最初に線香花火、猫ちゃんが線香花火やってるやつを買ったんですけど、まあカバーがねツヤツヤしすぎてて結局苦手だったっていうのが一つと、もう一つがね、みんなが持っててすぎて、うん、なんか私若干っていうか、まあほぼ日はめっちゃ好きだけど、逆ミーハー感が強くって、ほぼ日のいいところって本当にカバーの豊富さじゃないですか。もちろん誰かとは絶対被ってるけど、いろんな種類があるから自分らしさがちゃんと出せるっていうのがほぼ日手帳の好きなところで、そんな中ね、あのウィークス本当に人気で、8000個花火の猫ちゃん、私も一度は買ったけど本当にみんなが持ちすぎてて、結局うんってなっちゃって、友達にあげてこのスタイリッシュグレーに落ち着いたんですけど、そうだから北見さんの今年のやつめっちゃ可愛いけど、多分もうめっちゃ人気なんだろうなっていうのと、布だといいなっていうのとか、まあいろいろねわちゃわちゃ考えているこの一週間です。もうすぐ来週の動画の時はまだか、再来週の動画の時点でもう全ラインナップ出てると思うんで、その時はねまたほぼ日のことを語りたいと思います。来週もまたほぼ日のことを語っているかもしれませんが、まあ許してください。じゃあ今週はこのあたりで、少しでも参考になっていたら嬉しいです。それではまた来週。じゃあね、バイバーイ。